ロマのニウマシャジップシーは一般にはヨーロッパで生活している移動型民族を指す民族名。展示で様々な地域や団体を渡り歩く者を比喩する言葉ともなっている。ドイツ語のチゴイナーを含めて外名であり当人らの自称ではない。自称としてはロマのほか、シンティ、トラベラーズなどがあるがそれぞれがジップシーすべてを包含しているわけではなく確立された。 統一故障は存在しない。宗教面では、キリスト教の諸宗派信徒もムスリムもいる。言語的にも、ロマが話すロマ語には60を超える方言があり、多様な人々である。ジプシーは、西暦1100年にアトスに現れたとする記録が、最古のものとされる。15世紀には、西欧各地に到達した。 ドイツでジプシーを確認している最古の記録は1407年のものである。フランスでは1419年、東部のシャティオン、アンドン部に、小エジプト出身の伯爵ニコラを名乗り、神聖ローマ皇帝とサボイア皇の保護状を持つと、称する人物に引き入られた一団が滞在した記録がある。1421年のアラスで艦隊された集団は、肌や髪が黒く、髭を伸ばし、 服装を含めて当時の西欧市民と大きく異なる見かけで驚かれた。1427年パリに現れた彼らは自分たちは定地エジプトの出身であると名乗った。ここからエジプトからやってきた人という意味のエジプシャンの騰音が消失したジプシーの名称が生じたと言われる。小エジプト、低地エジプトが具体的にどの地域を指すかを彼らはほとんど語らなかったが、 エジプト出身であることは15世紀末には疑われるようになっていた。1611年の書物にはギリシアやダルマチアからやってくるとの目撃談が記されている。ただし西欧に出現した当初、彼らは故郷においてキリスト教徒であり、ムスリムに征服されて信仰を一時捨てたものの、再び回収し、ローマ教皇の命で償いの巡礼をしていると説明した。 このため、欧州キリスト教圏で、好意的に迎えられたが、次第に犯罪などのトラブルが警戒されるようになり、たどり着いた街から早く出立するよう求められることなどが増えた。一方で、傭兵や占いでは重宝がられたが、欧州で国家の権力が強まると、都市や農村の共同体に属さないジップシーは、取り締まられるようになった。追放令や国によっては、 死刑の対象とされたほか、囚人として、ガレー船の漕ぎ手に送り込まれることもあった。近年の日本においては、ジプシーは、差別用語、放送禁止用語とみなされ、ロマと言い換えられる傾向にある。明治時代の日本の新聞では、ジプシーが、西洋へたと報じられたことがあるが、ジプシーの居住権は、西洋だけにとどまらない上、生活様式は日本ではむしろ参加に近い。 アンリエット・アセオ、芝健介、遠藤ゆかり、ジプシーの謎草原者、地の再発見草書106、日本語版監修者、序文、001ページ。ジプシーの謎、018から019ページ。ジプシーの謎、022ページ。安倍金や、中世を旅する人々平凡者。ジプシーの謎、027ページ。ジプシーの謎、022から041ページ。高野照子町。 ジプシーにようこそ。と、ロマ差別を助長する日本の勢力金子マーティン、京都日出新聞1901年9月17日。参加をジプシーに例えた例としては、サジ・ヨシヒコ、日本のジプシー、漂白の民参加の謎、忍者カムイと出雲の奥にがある。ありがとうございます。